シアルブラザーズ、うん、サタンの部屋。よくなければコナミ先輩28億ワンパンしていくってやつだぜ。さあ、というわけで今回はコナミ先輩使って28の極やっていくぜ。ワンパンできるのか検証していくぜ。まあワンパンはできるんだけど、一番知りたいのが1段階目でワンパンできるのか、それを今回やっていくぜ。さあ打っていきますか。でブロック外さなきゃいけない。これこんな感じで、これお忘れずに、忘れずにこんな感じになってるから、コネクトスキルの方に減速壁が、ついていると、逆にそれで貼り付けない。まあブロックがあったら、ブロックがあった場合の立ち回りがあると思うから、それもなんかやっていくうちに掴めてくるんかもしれん。今はちょっと俺わからんから外して打ってるけど、だから次も上ブロックあったよな、あったから、これもまあ一応今回は外して打っていくぜ。これでいいな。 OK、 いい感じで、多分普通にグダって、まあグダらずに普通に行った場合でも多分 SS2 段階目溜まるのよ。だから今回結構急ぎ目に行って、1段階目で打っていくわ、最初に。もう調整とかせずに普通にもう倒していくぜ。いた！ああ、行ってないんかい。次のコナミ先輩、行けそうだな、これ。右のあれ踏んで、青いの踏んでいくか。さあ、いけ、ぐるっと回って、はい、完璧、 OK。 で、今回1段階目試した後に、その後2段階目で、まあ、パネル1踏みでもいけるんかっていうのを試していくぜ。多分いけないと思うんだけど、さあ、これはこんな感じで倒していくと、あっ、よいしょ待って、あんまりこれって友情コンボ威力出せないタイプかな。最近なんかすげえ友情コンボで俺倒してる気がする。なんか初回の難しさをちょっと感じてるような。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。で、まあ、ここでもちょっとコナミ先輩の殴りを見ていきますか。まあ、どんな感じなのか。まあ、エリザベスはちょっとおとなしくしといて、まあ、削るけど。ちょ待って、あれ、あ、そうか、弱点パネルなくてもこいつキラーでこんな削るんかい。いや、舐めてたな。オッケーオッケーオッケー。めちゃ削るじゃねえか、こいつ。いやー、M 持ってんだもんな。ド M の女王様よ。で、なんか今の感じだと結構雑魚処理がなんか難しいな、これ。やっぱ白爆発の関係なんかな。いつももっとすんなりいくと思うんだけど、初回ぐらいこの神社手こずってる気がする。右の青いの踏んでもいい。直で行くのがいい。かあ、どうやったらいいかな、これ。いや、上から行こうか。上殴って、真ん中踏んで、行こう。あ、ちょっと、待って、なんか違うな。なんかミスったな。で、次はコナミ先輩がもう、青いの乗ってるから、これは、上を行って、真ん中の、激死変換パネル踏んで、反射で、暴れて全員倒す。完璧、行ってこーい。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。はあ、何、生きてる、これ。なんか今確かな意志を感じたぞ。強っ。逆に早い。挑戦するわ。これは珍しいパターンよ。なんなのこれ。すごいコナミ先輩らしさが出てるな、これ。で、突破いけるかな、こんな感じで。オッケー、いいよ。それで、はあ、よし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 
オッケーオッケー、今のカットだわ。さあ、ボス戦やっていこうぜ。いやー、ボス戦で、1段階目を、すっごい今密集。お、ビーラが密集をガーって。気まずこれ。ボコボコにしてやろうぜ、マジで。オッケーオッケーオッケー。いいよ。で、次の 3P で倒す。これパネルってどうしておいた方がいいんだ、ちょっとわからねえな。まあ状況的にやっぱ動けた方がいいかもしんないから、2箇所だけスピードに変えておきますか、貫通に変えておきますか。 OKOK、 これでちょっとやってみよう。で、今回ね SS が直殴り、追撃が直殴り対応になったということで大ダメージさせるんだけど、近くの敵に行っちゃうのよ。左上のビットマジ気をつけよ。でこんな感じで撃って右側に止めよう。ボスを殴らないで行ってこい。1段階目でいけるのか。どう、行けたけど、行けたけど今のはちょっと削りすぎね。やり直しかよ。マジか。やり直すわ。さすがに今のは行けたうちに入らない。だけどワンパンはできるということは分かってな。じゃちょっともう一回やり直してくるわ。オッケー。下を変えよう。で今回すごい位置が良くて、まあ、配置したんだけど、これいいかもね。こういう風にして、左から縦勘でうすら行って、最後赤で止めるという。この戦法良くない？さあ、頼むぜ。行ってこい！良くない？良くない？おー！完璧！そのまま行け、もうそのまま。このパワー、うわっ、これはこれはもう間違いなく最強でしょう。うわっ、1段階目いけるぜこれ。うわっ、これは楽だけど、たまるよこれ。普通2段階目結構たまるよ。さあというわけで、2段階目1踏みでいけるのか検証していくぜ。まあ計算でよるといけないんだけど、いけないんだけど、ああちょ恥ずかしい。いけないんだけど、何かあるかもしれないじゃないか。だから一応まあ打っていくわ。うん、オッケー。で打っていきます。迷うな。まあこんな感じでいけば大丈夫でしょう。行ってこい。いや、ほんと近くの敵っていうのが結構怖い時ある。はい、完璧。そのまま行け、そのまま行け、そのまま行け。無理ね、無理ね。まあだけど次のゲージがどれぐらい減っているか、多分緑だよな。ここがラストになることはない。ああ、おダメじゃん。あれいいから、そこに並べ、俺が焼きをしてやるからよ。夜勤がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。夜勤って仕方ねえ。